我慢してほしい。何してんの。取った木で折るやつ全部。泣けるよな。同じキャラ何回作ってもやっぱ毎回見ながらやるの。見ながらやる、うん、アンパンマンですら見るで。そもそもお客さんが、うん、この時のこのキャラのこのシーンをくださいとかって注文してくるの。まああるし、まあでも鬼滅とかは別にそんなしてないな、うん、あんねん、あの有名なポーズみたいなのが。一人でモコモコと喋るって結構。そうやな、相手がおる方がって言ったら、うん、いや何喋ろうかなってなるような。そう、もう YouTuber すごいなってなるやろ。すごいよな。喋りながらも手動かせるんってすごいな。それみんなにもよく言われるんやけど、全然喋れない、うん。ちなみにそれ仕上がったら1個いくらで買っていただくの。これは、630円。おお、なんか大きさ別プラス、うんうん、キャラ代やねん。普通にクッキーって考えて、うん、1個1000円ってクソ高いやん。クソ高いで、ただ、うん、この工程をこうやって見ると、うん、いや合わんてな。なるよな、逆に俺作らんでめっちゃ早かったからいいんやけどさ、私ほんまに何回もやり直しちゃった。でも値段は見直したことないやん。いや値段上げたで。てかまずオーダーがあるって知らん、あると思わんかったし自分次第かな知るか知らんかも、うん、さっきやった作業をさっきのカメラに撮ってるか。ちょっと待って、色を全部その出すんじゃなくて色を出してから。そうやね、こんな色とか、うん、一色しかないやん、うんうん、ってやつはこの皿に混ぜてから。そうやね、混ぜてちょんちょんってしたもん。そう、これで人間でいう黒目の部分。そう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 、その色付きの口に入れれるわけやん、うん、なんていうものなの。アイシングジェル。アイシングジェル、うん、ユースとかこの会社のやつなんやけど、うん、これなんかアメリカのめっちゃ有名な製菓材料とかですと、うん、会社で、でこれもどこでも買えへんねん、なんか契約みたいな。はい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 。そうなんか、え、日本のやつはある。日本のやつあるんやけど、うん、めっちゃ色薄い、なんか日本の色って。ああ、そうやな、そんな色がないねん。はい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 。そう、新しい技や。絶対それ。なあ。色を作るという技。それ。あ、そう、混ぜるためにつくの。そう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 。その色を混ぜる時とかもなんかちょっとこう説明してくれるとありがたいけど、まあもう終わった。終わった。終わった。アンパンマンな意外に難しいね。シンプルやからこそ近寄っても変やし、カレーパンマン簡単、その違い何って感じ。脱毛の日やったのに寝過ごしてさ、もう美意識高すぎやろ。脱毛めっちゃ行ってない、そんな頻繁に行くのも。いや、2週間に1回やな。あ、そうなんや、うん、昔行ってたでしょ。別になんかフェイシャルとか行くわなんかイラつく。出来上がって正直ちょっと、うん、違うんすよねって言われたこともあるの。あからさまに言うやつっておらへんかも最近やったわ一人、うん、超常連さんで、うん、話せば長いんやけど、うん、細かいから大きさ何個以上って決まっとんやけど、うん、まあ、用途によったらそんなでかいやついらんねんっていう場合あるやん、うんうんうん、ちっちゃすぎたらこうかけへんねんな、この出る大きさが限られるから、うんうん、その人前まで結構でかいの頼んでくれとって、うん、急にちっちゃくなったんやん、うん、そういうのがいつもと違うみたいな感じで言われた。あー、それぐらいのことか、うん。
これ新しい噂。そうでもないけど、気に食わんかったら止まって。おお。ほう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 。あ、下がちゃんと乾いてたら外取れんねや。そうです。なんでちょっと言うんですか。大体わかる。大体。綿棒で。